ハンス・ゲオル・グロッド・ヘルマン・フェーゲラインは、第二次世界大戦中のドイツの軍人。ナチ党の組織親衛隊の、戦闘部隊武装親衛隊の将軍。最終階級は、SS 中将及び武装 SS 中将。アドルフ・ヒトラーの恋人、エーハ・ブラウンの議定にあたる。1906年10月30日、バイエルン王国アンスバッハに生まれる。父・ハンス・フェーゲラインは、 陸軍予備役中尉であり、乗馬学校の経営者だった。弟に、バルデマール・フェーゲラインがいる。小学校を出た後、ミュンヘンの上級実家学校を卒業するとともに、アビトゥーアに合格。1926年から27年にかけては、ミュンヘン大学に2学期在学し、政治経済を学んだ。大学在学中に、義勇軍、ロスバッフーゲントに参加している。 1926年11月から1927年4月にかけてはバイマル共和国軍の第17騎兵連隊に一時志願兵として入営した。1927年4月から1929年8月にかけてはバイエルン州地方警察に採用されミュンヘンの警察官となった。警察を退官した後、父の乗馬学校で勤務した。 高い乗馬技術を習得した。1932年8月1日に国家社会主義ドイツ労働者党に入党。父親が自宅をナチ党の突撃隊の集会に提供していたこともあり、早くからナチ党に親しみを持っていたという。1933年4月10日、新衛隊に入隊。1933年11月にはミュンヘンに本部を置く新衛隊。 南方集団の騎兵指導者の副官となる。1934年4月から1936年10月には、新鋭隊、南方上級地区の騎兵指導者に就任。1934年には、親の所有するミュンヘン近郊の乗馬クラブを、新鋭隊騎馬学校として党に贈与し、新鋭隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーなどの新鋭隊幹部の地遇を得る、ことに成功する。 1936年には、ドイツオリンピック委員会のメンバーとなり、ベルリンオリンピックの乗馬競技の準備に当たった。この功績で一級、オリンピック勲章を受賞。1936年6月から1939年9月にかけて、ミュンヘンの新英隊高級馬術学校の校長に任命され、さらにナチ党内で注目を集めるようになる。特にヒムラには気に入られていたが、 周囲から出世欲が強く自分のことしか考えていないと陰口を叩かれるようになっていた。親衛隊騎馬隊には貴族階級の者のが多かったが、フェーゲラインは、いわば、成り上がりだったための陰口とも言える。1942年6月21日、騎兵旅団長を降りた後のヘルマン・フェーゲラインと後任のビルヘルム・ビットリッヒ武装親衛隊、 第一東天国不騎兵連隊の連隊長として、ポーランド侵攻に従軍した。ポーランド占領後、1941年5月まで、ポーランドの新衛隊及び、警察高級指導者、フリードリ・ヒビルヘルム・クルーガーの下で、ポーランド占領任務にあたり、不穏分子の銃殺活動を行っていた。アインザッツグルッペン高司令官代理、ヨーゼフ・マイ・ジンガーの指揮の下、 行われたワルシャワ北西のパルミリーに近いカンピノスの森での1700人の銃殺活動にも参加している。1941年6月21日、視察に訪れたヒムラーと共に歩くフェーゲライン1941年6月に独ソ戦が開始されると、中央ロシア親衛隊及び警察高級指導者エイリヒホンデムバッハゼレウスキーの指揮の下で、 占領地域のパルチザンの鎮圧及びユダヤ人迫害に従事した。この任務で第一東天コプ府騎兵旅団は13,788人を殺害したと報告しているが、うち9割以上はユダヤ人だった。1941年8月に指揮する第一騎兵連隊が騎兵旅団に昇格し、旅団長となった。1942年2月から3月のルジェフ。 突出部防衛戦で、騎兵旅団を指揮して活躍し、独軍の撤退成功をもたらした。この功績で、騎士鉄十字章を受章している。1942年5月には、旅団長を、ビルヘルム・ビットリヒに譲り、フェーゲラインは、新衛隊作戦本部に移動となった。作戦本部では、騎馬、輸送車両監督官を務めたが、1942年12月には、 警察士団に属する SS 戦闘団、フェーゲラインの指揮官として戦場に復帰し、ドン方面へ出征した。1942年12月には、ソ連軍の一行軍団を、司令部ごと捕虜にする戦考を立てた。その戦考で、騎士鉄十字章白洋章を受賞。しかしこの戦闘で負傷して、しばらく入院した。1943年4月に、第八 s s 騎兵師団、 フロリアン・ガイエルの師団長となり、戦場に復帰。しかし1943年9月9日に、ハリコフ南部での戦闘中に、再び負傷し、1943年9月13日付で師団長をブルーの首都レッケンバッハに交代している。この負傷で、戦勝賞銀賞を受賞した。1944年1月、負傷が治癒した彼は、 ヒトラーとヒムラーの間の連絡将校に就任した。こうして、ヒトラーの副官となったフェーゲラインは、相当大本営やオーバー・アッザルツベルクのヒトラー3層にしばしば出入りし、ヒトラーの愛人であるエイファ・ブラウンやその妹グレートル・ブラウンとも親しくなった。1944年6月3日、フェーゲラインは、グレートルとケールシュタインハウスで結婚した。式にはヒトラーも出席し、 2日間にわたって行われたという。ヒトラーに取り入るチャンスを得た彼は SS 中将に昇進している。しかし、禁止主義者であったヒトラーはフェーゲラインの過度のアルコール摂取を嫌っており、ヒムラーに対し警告を繰り返していた。また、結婚した後にもフェーゲラインは多くの女性関係を持ち、プレーボーイとして知られるようになった。 7月20日のヒトラー暗殺未遂事件の際にはヒトラーを狙った爆発に巻き込まれ軽傷を負った。この負傷によりヒトラーが急遽制定した1944年7月20日戦勝賞議員賞を授与された。以後もヒトラーの側近くに使え1945年1月以降はベルリンの総統官邸にある地下号で生活するようになる。 ソ連軍の迫るベルリンの戦いの最中の1945年4月27日、フェーゲラインは相当地下号から無断で脱出した。フェーゲラインは愛人宅で泥酔し、ヒトラーの出頭命令にも応じなかった。さらに迎えに来た新衛隊員に逃亡をほのめかしたため、ナチス党官房長マルティン・ボルマンはフェーゲラインの逮捕を進言した。 RSD のヘーグル部長がフェーゲラインの愛人宅に向かったところ、フェーゲラインは愛人と見られる女性と共に発見された。フェーゲラインは親衛隊の制服を着て泥隋していた。ヘーグル部長は、フェーゲラインを逮捕したものの、女性に関しては命令を受けていなかったために逃亡された。この女性の正体については、外国のスパイであるなどの説がある。 逃亡した女性のカバンには女性名義のイギリスとハンガリーのパスポート、かなりの外貨と宝飾品と貴金属が入っていた。翌28日午後9時、ヒムラーがヒトラーに無断で西側連合国軍と和平交渉をしている情報が地下号に入った。ヒトラーは激怒し、フェーゲラインをソ連軍との戦闘の最前線に立たせるように命じたが、 ボルマンと夫を義務親衛対象者が逃亡の危険性を進言すると処刑の命令を下した。義士のエーファはヒトラーに規定の処刑を止めるよう嘆願するが聞き入れられなかった。フェーゲラインは29日深夜、総統官邸近くの外務省の敷地内で銃殺された。ただし、地下壕に至るオースミッシュの証言によれば、ヒトラー自身は、 フェーゲラインの階級を剥奪したものの死刑命令は出しておらず、処刑はヘーグルらによる独断だったという。この時、バイエルンに疎開していた妻、グレー・トルは妊娠中で、翌月5日にフェーゲラインとの娘を出産した。エヴァ・バーバラは1971年に自殺した。映画、ヒトラー最後の12日間では、トーマス・クレッチマンが演じた。崩壊する。 地下壕でユンゲラ女性には優しく、男性には嫌われ者、自分の性格に強い自信を持って、独自に生き残ろうとするシーンが、複数登場している。フェーゲラインは、ヒトラー存命中最後に処刑された交換であるが、その処刑については、ユンゲや上記のミッシュを含む複数の証言が残されており、映画本編では、死刑命令を最後に、ヒトラーが了承したことは言及されているものの、 ヘーグルはその後のシーンに一切登場しないなど、細部をぼかした描写が行われた。逮捕も、上司のハインリヒヒムラーの秘密幸福交渉の暴露後、交渉の存在自体も相当進行した段階まで、ヒムラーから知らされていなかったという解釈がされており、フェスト原作とも異なっている。クレッチマンは、どうしようもない男と明確に意識して、フェーゲラインを演じたことをコメントしているが、 上司ヒムラーからヒトラーに向けて、いわば受敵闘争、身代わり、犠牲の羊に差し出され処刑されたことを強調する演出となっている。また、処刑時に来ている新衛隊の制服からは、エリショート検証が外されており、階級を剥奪されたと思われる。リーダーズ・オブ・ザ・エス・エス・アンド・ジャーマン・ポリス、ボリューム IP306AB、武装 SS 全百129ページ。 ありがとうございます。